顔が見える。いつも、同じ顔。私はごく普通の会社員をして暮らしていた。ろくに趣味と言えるようなものもないのだが、仕事から帰ってくると決まって、動画サイトで心霊スポットを探索したり心霊写真を紹介したりする、怖い動画を見ている。子供の頃から怖い話は大好きだった。しかし、いい歳をしてあまり周囲の人に大きな声で話せるような趣味でもない。近頃、私が怖い思いをしているのは、まさにそうした動画のせいだ、と思う。妻子が寝室に引っ込んでから、いつも通り、怖い動画を見ていた時のことだった。その日に見ていたのも何の変哲もない心霊写真だった。家族団らんの風景を写したもので、モザイク越しにも幸せそうに見える一家の右側、奥まったところにあるちゃぶ台の下から、明らかに家族の一員のものではない顔がこちらを見ているのが、やけに鮮明に映っていた。うわぁ、これはまた、はっきりと映ってますね。司会の配信者がやや芝居がかった調子でコメントする。確かに、壁や天井のシミがぼんやりと顔らしく見える。というのとは違って、ちゃぶ台の下なのに妙に明るく、はっきりとした表情を読み取ることができた。女性の顔に見える。かすかに笑っているようにも見える、何かこちらを馬鹿にしたような表情。だが、今時こんな合成みたいな写真では何も怖くなどない。そう思った時、カメラを担当していて、いつも顔の映らない司会者の相棒が言った。実はですね、今回はこれだけではないんです。と、言いますと？とにかく、こちらのお写真をご覧ください。別の写真が画面に映し出される。どうやら先ほどとは別の人たちが撮影したものらしい。顔はやはりモザイク加工されていてよくわからないが、大学生くらいの若者が3人集まって、パーティーをしているようだ。暗い部屋でケーキに刺さったろうそくが輝いている。そして、左の二人の間には、前の写真と同じように、はっきりとした顔が映っている。え、司会者と一緒に私も息を呑んだ。これって、先ほどの投稿者様とは別の方からのお写真です。でも、これ。司会者が言葉に詰まっている。無理もないことだと思う。そこに映っていたのは、同じ、顔ですよね、これ。そうなんです。全く無関係の二組の投稿者様から送られてきたんですが。同じ顔だ。同じだ。何これ、怖いよ。気持ち悪いこともあるものだな、と思った。でも、酒を飲みながら動画を見ていたということもあり、その時はそれきり忘れてしまっていた。それから、2、3日経っただろうか。同じ週のことだったと思う。私は特定の配信者というよりも、何人かの配信者の動画をはしごして視聴している。その日は例の配信者とは別の人の動画を見ていた。また心霊写真を紹介する動画だったのだが、またしても出くわしてしまったのだった。あの時と全く同じ、妙に白っぽい、人を小馬鹿にしたような女の顔に。もっとも、写真そのものは全くの別物だ。投稿者が旅行に行った時に撮影したものなのだそうで、バイクで旅行をする男性がスマホで自分の姿を撮影した写真だった。こんなことがあるものだろうか。さすがに、怖い話には目がない私でも気味が悪くなってきた。それから、しばらくの間は心霊写真の動画を見るのはやめておくことにした。それでも、私は怖い話が好きだ。心霊写真の動画はやめておくことにしたものの、他のジャンルの怖い動画は相変わらず視聴していた。例えば、この話の最初にも触れた心霊スポットを探索する動画だ。配信者が数名のグループで、曰く月の廃墟などを探索する様子を動画に収めたものだ。けれども、数日のうちに、こういう動画も私は見るのが怖くなってしまった。人影らしきものが映り込むと、リプレイ、などとテロップが出て、サイドスローモーションでその場面が流れるのはよくある演出だ。そこでも、私はあれを見てしまった。
同時に女性のうめき声が、などと言って、配信者は騒いでいるが、女性のうめき声どころではない。一瞬だけ、ちらと映った女性らしき人影の顔は、写真ほど鮮明でないにしてもやはり、嫌なニヤニヤ笑いを浮かべるあの女だったのだ。そこからはもう、何がなんだか自分でもよくわからない。画面の中でも外でも、あちこちであれを見かけるようになってしまった。最初は自宅の洗面台についている鏡だった。歯磨きをしていると廊下の奥の物陰から、あれが覗き込んでいる。最近疲れているし、きっと気のせいだと自分に言い聞かせて努めてみないようにしていても、今度は流しの蛇口に映っている。たまりかねた私が相談しても、家族は何も見えないと言い張る。今回ばかりはさすがに懲りて、怖い動画など絶対に見ないようにしていても、気晴らしのつもりで見た食べ歩きの動画にまであれは映り込んでくる。何人もの通行人の顔に、あの女の顔がきっと紛れ込んでいる。電源の切れたパソコンやスマホの画面にもあれが映り込みそうで、もう画面を見るのも嫌だ。そのあたりからだったろう。もう夜だけではなく、明るい時間でも気が抜けなくなってしまった。職場に行くときには、電車の中がとても恐ろしい場所になった。満員電車の中で、視界の端に入る乗客の一団の中に、あの顔がこちらを見ているのに気づくようになってしまった。もっとも、目を離した隙に場所が全く変わっていて驚かされることがある他には、ニヤニヤしながらこちらを見ているばかりで、特に何かされるというわけでもないのだが。職場に着いてからも、パソコン画面を見ないわけにはいかないから困るのだけれども、問題はそればかりではない。会社の事務室で、窓のヘリから覗いているあれと目が合ってしまったこともある。同僚に変な顔をされつつブラインドを閉めても、まだそこにあれがいる気がしてダメだ。第一、ブラインドを閉めたところで、何かの拍子に同僚がブラインドを開けた途端にあれと目が合ったりしたら、そう思うと、会社からはだんだんと足が遠のいていった。病休が続く中、私はとうとう病院に通う羽目になった。医師は私に色々と質問をしたり、検査らしいことをしたりして、どうしても私をなんとかという病気にしたいらしかった。給食同然のありさまで、休みが続いているので、現にもう少ししたら会社から正式に給食を申し渡される、一日中、部屋で過ごすしかない私には今や時間は有り余っている。スマホで調べる限り、私は自分の見ている幻覚と現実の区別がつかなくなった状態であり、常に見られているように感じて怯えて過ごしている。そして、自分は病気ではなくまともで、恐ろしいことが起こっていることを周りの人たちが信じてくれないと思っている、病識のない患者、そのものではないか。でも、これだけは間違いない。私は断じて病気などではない。いつも同じ、あの白い女の顔が半笑いで、今もこちらを見ているに違いない。間違いない。今、カーテンを閉め切っているこの部屋で、私がまさに文字を打っているダークモードのスマホ画面のガラスに、あの顔が今も現に映っているのだから。